ええ、こんにちは。ソッカー塾の久保です。いや、ほんとかよみたいなサービスが始まりましたね。何でも聞いてみると、国内で3カ所目らしいです。それがですね、お城に泊まるっていうね、ことができるそうなんですよ。私の地元、福山市なんですけども、福山城にご覧のような写真でですね、泊まれるようになってるんですね。これは体験してみたいな。うん、福山城に泊まって、朝起きたら、その天守閣かどっかからね、 え、街の様子が見えるわけですよね。下々の暮らしが見えるぞな、おい。みたいな感じで、当時を思いしのぶんでしょうか。殿様気分で目が覚められるの、とっても嬉しいなと思います。こういうサービスをね、よくやってくれますよね。記事はこういうふうに続いております。広島県福山市は、築城400年を記念し、大規模改修をした福山城。こちらで2023年度、城に泊まる、城白を始める方針を定めた。えー、予想を新たにした、 城を観光などに活かす。市によると、城白の導入は国内で3カ所目。中国地方では初めてとなる見通しということで。絶対泊まりたいなと思うし、いや、両親にも泊まってほしいですね。うん。だからプレゼントしようかと思ってます。いや、でも2023年からでしょ。で、多分、大幅な順番待ちになるんじゃないかなうん。だから一泊10万ぐらいだったら私全然払いたいんで、泊めてくださいよ。ね、YouTuber として放送しますんで、よろしくお願いします。